次に八森茂樹君に発言をします。八森茂樹君。滋賀の八森でございます。お疲れ様でございます。やっと最後回ってまいりました。もう少しご辛抱をお願いしたいと思います。最後に関西小池連合の責任と権限について伊藤連合長にお伺いをいたします。関西小池連合はその設立当初からまずは7分野の事務の共同化からスタートし、その後順次所持の拡大とガバナンスの充実強化を図っていく成長する広域連合とされてきたところであります。その処理事務の拡大にあたっては関西広域連合が実施主体となって取り組む事務については分担金の発生や規約改正が必要となると整理をされています。一方連合規約第4条第1項9号の広域にわたる行政の推進にかかる基本的な政策の企画および調整に関する事務としてさまざまな事項についても取り組まれ、公正自治体が分担実施するべき、事務の政策協調の場としての機能を発揮しておられました。このことに対しましては連合機会につきましても新たに取り組むべき事務の明確化とそのルール作りについて、また連合機会および公正団体機会との関係などについて各議員より多くの質問がなされ、当局からの見解も示されてきたところであります。また先の6月臨時議会におきましては我が滋賀県選出の吉田誠一議員からも関西広域連合が処理する事務の取り扱いについての質問がなされたところであります。その答弁では関西全体として取り組むべき広域課題調整は広域連合の事務を超えない範囲で必要なものとされ、同時に関西広域連合が具体的な企画検討段階を超えて実務的な役割を担う必要がある場合には規約変更が必要とされております。新たな課題に取り組む場合、まず1番目にその着手時、2番目に調整段階、3番目に方針決定時、4番目に方針決定後という各段階においてどの時点で企画検討調整から実務を伴う事務へと変化したと判断するのか、すなわち規約変更が必要となるのか、具体的な事例となるとその明確化は極めて困難になると考えられます。しかしこのことは設立以来1年8ヶ月を経過し、管内の政令市の加入も実現した今、もう一度明らかにしておく必要があると考えるものであります。また併せて単なる連携を超えた広域連合だからこそ進化を発揮できる強み、すなわち関西広域連合が特別地方公共団体であるからこそ持っている責任と権限についても今一度確認しておく必要があると考えます。現在政策調整が図られているエネルギー検討会および広域インフラ検討会の取り組みを事例として関西広域連合の責任と権限についてが伊藤連合長に質問をいたします。なお具体事例ということで少し細かいこともございますがご容赦をお願いしたいと思います。まずエネルギー検討会についてでありますが、今回の節電対策においては大井原発3号機再稼働までは一昨年比 15% 以上の節電、さらに3号機の再稼働後は同じく 10% 以上の節電と合意され、4号機再稼働後も同じく 10% 以上の節電目標とされました。4号機再稼働後も同じく 10% 以上とされた狙いとその根拠についてお伺いをいたします。合わせて広域連合としての合意である以上、その方針が公正団体やその住民企業等に対してどの程度の強制力や権限を持つとお考えでしょうか。またそれらの産業や住民生活への影響に対して関西広域連合としての何らかの責任が生ずると考えられるのでしょうか。そもそも節電の取り組みについては将来的にも広域連合の事務分野となりうる政策調整段階というよりは公正団体それぞれの電力事業者への協力依頼、複
普及啓発であるというふうに考えられますが、ご所見をお伺いいたします。次に、電力需給や原子力発電に対する各自治体及び各委員の考え方の違いもあります。また、国のエネルギー政策の動向がまだ不明、透明であります。しかるに、平成24年中をもとに、ただし、先ほどの委員会では、来年度も検討することとなったようにお聞かせをいただいておりますが、中長的な方針を含めたエネルギー政策の考え方をどのように取りまとめようとされるのでしょうか。合わせて、その取りまとめは構成自治体の考え方となるのでしょうか。お伺いをいたします。次に、広域インフラ検討会における北陸新幹線の取り組みについてであります。北陸新幹線の整備については、6月29日金沢敦賀間の着工認可があり、平成37年度開業を目指して、昨8月19日には起工式が行われたところであります。なぜ、敦賀伊勢のルートについて、関西広域連合でルート提案することになったのか、お伺いをいたします。北陸新幹線敦賀伊勢ルートについては、小浜、尾瀬、米原の3ルートに関係する各自治体におけるそれぞれの事情や意向も様々であると思われます。我が滋賀県においても、直接関係する市町や、その他の県内市町でも、その影響に対して様々な意見もあり、県内の意向を無視して広域連合で取り組むこととなったことに対する戸惑いも聞こえてまいっております。今後、どのようにして関係自治体への説明や、それぞれの意向を尊重し、調整しようとされているのか、お伺いをいたします。また、関係自治体やその他管内市長の意向が全て満たされることは非常に困難であると思われます。責任と権限という意味において、各自治体の意向と相違する場合、関西広域連合の方針が優先し、公正団体はもとより、その管内自治体の意向までも拘束し、さらにその影響や負担等について、関西広域連合が責任を負うことになると考えられるのでしょうか。お伺いをいたします。こうした観点からも、新幹線ルートの提案の取り組みについては、関西広域連合が責任主体として国等に提案していこうとすれば、すでに政策調整の段階の域を超えており、正規の分野順として規約等の改正を行って位置づけるべきであると考えますが、いかがお考えでしょうか。以上、2つの例のように、現在、企画調整として取り扱われている事務についても、本来、公正団体が個別に行うべきもの、あるいは広域的な行政事務として、その内容や今後の展開方向等を見極めながら、その主体として広域連合がふさわしいのか否か判断し、しっかりと検討する必要があります。節電対策、中長期的エネルギー対策、政策など、関西広域連合で主体的に取り組む事項というよりは、関西電力の省自治関係府県連携や近畿ブロック知事会など、例えば奈良県や福井県なども共に考えるべきこととして、具体的に取り組む最良の主体を選定することが必要と考えます。北陸新幹線にしても、責任と権限が伴わないのであれば、大井再稼働に対する広域連合の声明は何だったのと言われたことの二の舞になってしまいました。関西広域連合が特別地方公共団体である以上、連合委員会と連合議会、また厚生団体議会はもちろんのこと、厚生県内の市町村についても、その責任と権限が及ぶことから、情報共有の重要性は当然のことであります。民意、世論を最大限を尊重することが民主主義の原則ではありますが、いわゆるポピュリズム、大衆迎合をするような副部長のパフォーマンス委員会であってはならず、そこに陥らないためにも、議会や管内市町村との良好な緊張関係を保ち、真摯に議論し、意思の疎通を図るべきです。今日までの運営にあたって、果たして十分であったのか、甚だ疑問に感じる点もございます。これらのことから、関西広域連合が関西全体の広域行政を担う責任主体からとするのであれば、
関西統一連合としての責任や権限を有しない点については取り扱うべきではなく、またいわゆる企画調整事務についても将来的に国や事務としての位置づけを前提とするなり、本来例外的なものに限定し必要最小限にとどめるべきであると考えるのであります。成長する統一連合のルールと合わせてご所見をいただいています。以上、関西統一連合の将来を見据え、北上や二重行政であるとか仲良しクラブであると揶揄されることなく、関西全体の発展に向け、そして住民本位の統一行政が展開されることを願って質問を。井上部長。山本議員からお尋ねをいただきました。関西広域連合の責任と権限や運営の在り方について、具体的な例を挙げられて、ご質問いただいたと思います。関西広域連合は、ご指摘もございましたように、成長する広域連合として、発足をさせていただいたと考えております。しかも、その成長するという意味は、国の施策課の議論を受けてとともに、関西全体として取り組んでいった方が望ましいと考えられる事項につきまして、積極的に取り組んでいこう、積極的に協力し合いながら解決の方向を定めていこうということを基本姿勢にしているのではないかと思っております。そのために、規約の事務を掲げています。1号の中には地域振興に関する計画の策定と実施に関するということを掲げさせていただきましたし、9号ではそれ以外上部に掲げているもの以外の政策調整の実施に関することということを述べさせていただきました。そして具体的な事務として積極的に取り上げて、いく効果が望ましいことについては6条であったと思いますが、企画調整事務を検討を進めて規約の改正をして事務として取り上げていく、そのような規定もさせていただいたものでございます。私は関西統一連合の対応の仕方として、やはり2つの歩みがあるのだと、山本議員もご指摘になりましたように、掲げてあること以外はやらないというのも、一つの対応の仕方であることは間違いないと思いますが、先ほど申しましたように、関西全体として取り組んだ方が望ましいというものについては、積極的に取り組ませていただく、そのような基本姿勢で望ませていただくことが、私たちが関西統一連合を作った目的や趣旨にかなうところからなのではないだろう。しかし、おのずとそれにも限度があると、その点は十分に議会の皆様とのご批判もいただきながら、取り扱いを慎重に進めさせていただいたかな。これ、こう思っているものでございます。まず、基本的な考え方について申し上げました。続きまして、いくつかのアレルギー検討会と、それから広域インフラ検討会に関連しまして、お伺いがございました。まず、10% 以上の節電を目指した根拠などにつきましてでありますが、 10% 以上の節電とした根拠につきましては、大井原発の3、4号機を本格稼働に際しまして、まず第一に計画停電は絶対に避けない、第2に昨年も 10% 以上の節電を行ってきたこと、第3に協力をいただいている多電力の方々を優先すべきである、第4に必死の努力をいただいている府県民や事業者の節電への取り組みに水を注がないということなどにつきまして、委員会での意見を尊重させていただきまして、また、火力発電所のトラブルリスクなどに対する余力を持つという意味で、実施したものでございます。
で再生可能エネルギーの普及拡大などこの産業や環境の問題とも考えられる課題もありますが、省エネ型ライフスタイルなどへの転換や電力需要の抑制などの健康課題もそのような一環として考えられますし、また具体の節電行動の定着やインセンティブの検討などの成果などにつきましては政策調整事務としての取り組みを行っているものであります。エネルギー政策の考え方につきましては国のエネルギー政策が明確に指定されていないのか、今年度は方向性の論点整理を行い、25年度に関西における中長期的なエネルギー政策の考え方について検討していくという今後の進め方を、今後の進めを先ほどの連合委員会で確認しました。2020年から30年後を想定した望ましいエネルギー社会の実現に向けて取り組みの検討を進めてまいります。続きまして、北陸新幹線の取り組み、こういった検討会の取り組みについてでございます。北陸新幹線通過里線の運路の検討につきましては、福井県知事からの通過里線については関西として一定の考え方を出してほしいという意見もございまして、最適なルートを関西として提案できないということで、まずは関西広域連合におきまして、広域インフラ検討会、北陸新幹線検討部会を設置して、具体的な検討を行うことになったものであります。現在、地元の事情や意向を踏まえた法制府県審議を見まして、通過里線ルートに関する検討を進めています。学術研究機関にも効果調査なども委託をしております。今後とも関係提出におきまして、関係者の意見も踏まえて、委員会におきまして調整を進めてまいります。広域連合としてのルートの提案でありますけれども、もとより地元の意見を踏まえた合意を持って結論を出すことになるわけでありますが、その結論は厚生団体の取り組みや市町村の意向を踏まえたものにしたいと考えています。北陸新幹線の運行提案の取り組みについては、広域連合として費用対効果や開業による波及効果など、先ほども出ましたように調査検討をしておりますが、その結果を下で評価基準として総合的に検討を進めてまいります。しかし一方で並行在来線の問題などさまざまな地域課題やコスト負担の在り方などの課題としてございます。関西全体として解決をこれらは図っていく必要がありますので、スケジュールとしては平成24年の末を目指して、取り組んでいるのであります。もとより関西広域連合がこの鉄道を提案したからといって、高速力を持つというものではありませんが、関西の広域行政を推進する立場としての関西広域連合としての提案だといたしますと、それなりの役割を果たしていくことを期待しているのでございます。それから企画調整事務につきまして、先ほど総論的なことを申し上げましたけれども、昨年の定例会で議決いたしました広域計画におきましても、広域連合が目指すべき関西の将来像として、世界に開かれた経済拠点を有する関西、地球環境への対応、持続可能な社会を実現する関西、人や物の交流、アジアの運気を有する関西など6項目を掲げておりますが、その実現に向け広域にわたる行政の推進についての基本的な政策の企画および調整、並びに広域連合の区域内における地域の振興に関する計画の策定や実施に関する事務を行うと掲げさせていただいておりまして、これらの広域計画の具体的な実現にあたりまして、積極的に取り組ます、取り組んでいこうとしているということにつきましてもご理解をいただきたいと思います。設立以内1年半を振り返ってみましても、
対するでありますが、成長する保育園として、取り組んで、まいりますので、